アレスバローズは日本の競争馬。主な勝倉は2018年の CBC 賞北九州記念。馬名の意味は戦を司る神冠名。2012年5月14日、北海道日高町の柳川牧場で誕生。離乳後は後に GI を7勝する名馬、北三ブラックと同じ放牧地で育ったが、東西寺は北三ブラックよりもアレスバローズの方が馬体。 身のこなしが目立っており、評価は高かった。柳川牧場代表の柳川正弘氏も、この馬は、ものが違うと感じていたという。立党、角田孝一級舎に入厩し、2014年12月6日の新馬戦でデビューし、後に若葉ステークスを勝つアダムスブリッジの2着となる。2戦目は8着と大敗したが、 距離を2000メートルから1600メートルに短縮した3戦目で一変して初勝利を挙げる。その後はしばらく勝利に恵まれなかったが、4歳4月の500万、下条件戦で1年ぶりの勝利を挙げ、次戦の第日だけ特別も制して連勝。以後、一貫してスプリント戦に出走を続ける。2017年12月の南宋ステークスで一着と、 なり、5歳暮れにして、待望のオープン入りを果たした。2度目の重賞挑戦となった2018年の CBC 賞では、河田翔美美と初コンビを組み、4番人気に押された。ゲートが開くと、コースタートを説めて、中段を進み、直線で鋭く抜け出して1分7秒0のレースレコードで優勝。6歳にして、初の重賞制覇を果たした。 続く北九州記念では、菱田有二に乗り換わり、金量が2キロ増えたこともあって6番人気に止まったが、直線でバグンを割って抜け出して2着大名プリンセスに一番新反差の干渉を収める。勝ち時計1分6秒6は、アグネスワールドの日本レコードと0秒1と差のレースレコードで CBC 賞に続くの重賞連勝を達成した。安状の菱田は、 通算93戦目での JRA 重賞初勝利となった。この重賞連勝により2018年のサマースプリントシリーズの得点を計20ポイントとしシリーズ王者の座を手にした。6歳夏での才能開花について管理する角田孝一は以前は入れ込みとかがひどかったが精神的に落ち着いてきましたと述べている。初の GI 挑戦となった。 スプリンターズステークスでは、直線で早々と失速して14着に大敗。安城の藤岡雄介は、直前の雨が痛かったと、ババアッカを敗因に上げた。続く軽半敗でもうまく、足を溜められずに10着に沈んだ。7歳を迎えた、シルクロードステークスでは17番枠と、金量57.5キロの条件ながら5着に入り、安城の川田も、これが次につながれば、 とコメントした。しかし、高松の宮記念では三角でフリーを受け、9着に終わる。起乗して川田は、あれじゃ、競馬になりません。かわいそうでしたとコメントした。連覇を狙って出走した。CBC 賞は不良馬場の中、直線で最内をついて伸び、勝ち馬、レッドアンシェルから、首差の2着と、構想した。 北九州記念では1年ぶりに、必田だが、安定に復帰したが、ゲートを出て一歩目につまずいたことが響き、6着に終わった。2年連続出走のスプリンターズステークスでは、スタートしてからの行きっぷりが悪く、10着に終わる。そして、2019年10月29日付で、JRA 競争馬登録を抹消し現役を引退した。引退後は、 北海道ニーカップ町の優秀スタリオンステーションで種ボバとなった。2020年8月より、熊本の本田土地下津牧場でつなぎをされている。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。